ボートレースファンの皆さんこんばんはこんばんは G1 ダイヤモンドカップ4日目第12レースの展望番組を日刊スポーツの栗原博人記者とお送りしてまいります栗原さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ3日目はちょっと天候がずっと悪かったですねそうですね、はい、ちょっとねまあ2日目ぐらいからね、はい、今節は悪くなるあの雨かなと思ったんですけどうん、うん、まあ3日目からね まあこの先もちょっとグズつくんですかね。そうみたいですね。はい、調整とか選手の方は忙しそうでしたかね。そうですね。アッパ雨が降って、はい、まあ湿気が出てくると、まあ当然ちょっとね重さとか出てきたりとかして、はい、まあそこら辺ね改善してやらないといけないんで、まあ、はい、いいエンジンの人ほどね、割と影響はないんですけどね。そうなんですね。 ははいではこの時間は第12レース展望をお送りしますが、えっと、3日目終了時点の得点率ではこの12レースの6選手入ってますねボーダーには、ね。そうですね、はい、まあボーダーが順位のボーダーが6点か、はい、6点切るかもしれないですし、はい、上の方もですね結構混戦なんではいそうですねうんまあここでね、まあ、前半とか次第いで勝負が決定。はい なるような選手とかも結構出てくるかもしれないですね、うん、はいわかりましたそれでは早速メンバーからご紹介いたします1号艇二郎正義二号艇赤岩義雄、三号艇寺田翔四号艇湯川浩二五号艇西村拓也六号艇佐々木和信以上の6選手となっておりますとフライング持ちが一号艇の五郎選手五号艇の 西村選手が1本ずつ持っております。それでは栗原さん、モーター評価の方をお願いいたします。はい、えー、まずはね。はい、注目、ウ雨竜選手ですね。そうですね。まあ、あの体感はね。だいぶ、はい、あの良くなってきたとじょ。あの初日からそこをちょっと課題というような感じだったんですけど、はい、まあね体感は良くなってきて、押しも出てきたんですよ。うん、ということなんですけど、はい、ちょっとね。3日目のレースは？ えー、後藤選手に競り負けて、ね、河村選手に抜かれてと、はい、ちょっとらしくないレースがあったんですけどねまだここまで1着はなんです、ね、そうなかなかまだリズムには乗り切れてないのかなと、はい、大崩れはしてないですけど、はい、まあただね、ここは1枠なんで、はい、逃げ中心にはなるんでしょうけど6ぐらいにしておきましょうかね。 まあ海選手はまあバランス取れて中堅上位ぐらいというところで6でしょうかで寺田選手はまあ伸び中心にえちょっと厳しい足かなと、はいうん、寺田選手もまあ今日後半ね3着入りましたけど、はいっぱいいっぱいというところで3ですかね湯川、ねはい、選手はね、はい、ちょっと2日目は調整を外してたのかなという感じなんですけどだいぶいい感じになってきて、うん、まあ上位の ブルイということで、はい、合わせてきたそう,う、ね、そうですね合わせてきた感じですね7点西村選手はまあ中堅よりちょっと余裕があるかなというぐらいということでこうですよ、ねうん、5点ね田崎選手は、はい、まあレース足がいいとはいとうことでここ7点ですね<お>はいまあ点数が高いのが4号点と6号点、ね、まあ本日全体見渡してもそんなにねはいむちゃくちゃ こう協力に伸びるっていう感じの選手がねあんまりいないんですよね。結構本戦が多いですね。そうですね。はい、あの出てない人は本当出てなかったりするんですけど、うん、まあ上位と中堅の差もそこまでないのかなというような印象ですね。はい、わ、うんはい、かりました。それではこのレース進入の方はどうでしょうか。まあ、ここはね、すんなりと悪なりの三対三じゃないかなと思います。ますそうですかね。はい、はい。ありがとうございます。それでは見出しに上げてお。 いただいております。一号艇の瓜生選手が悲哀の闘争ということで、本命フォーカスをお願いいたします。はい、まあ、ここはね。瓜生選手が。はい。基地逃げてと。はい。いうところで。はい、ええー、一。一。繰り返し。繰り返しません。繰、はい、り返しません。で、相手もね、湯川選手。<laughs> はい。まあ、四コースで、まあ、寺田選手はね、ちょっと足弱めなんで。はい。展開的にね、いい。いい。 見解になるんじゃないかなと指して、はい、まあ、外前でも、ということで。ええー、寺、え湯、ー、川選手が相手で。はい、まあ、あとはね、湯川選手次第では、西村選手、佐々木選手にも出番がありそうなんで。うん、まあ、赤井選手も加えていきましょうか。一が <laughs> ね、二五。二五六。まあ、これ大本線で、はい、まあ、ちょろっとこう。 折り返して、うん。折り返してもいいかな。一からまあ四の二三、はい、着というところですかね。はい。はい。わかりました。それでは狙い目の方どこになりそうですか。そうですね。やっぱこうそう思うと、やっぱ。え湯、ー、川選手あたりよね。はい。攻めていった時の。外の浮上というところで。まあ大阪ラインで4。5ちょっと今節外枠来てますもんね。そうですね。はい、結構ね。インばっかりじゃないっていう展開なんで。うん